照明に火が灯りました。ナイトゲームまもなくスタートです。楽天生命パーク宮城からお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦と初球ボール、外への変化球は決まりません。ボール先行です。打ちました、いい打球だ、伸びていく、どうだ、入った、ホームラン。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。これで3試合連続のマルチヒット、ツーアウト。初球はボールになりました。アウトコースへ決めました。アウトコース外れました。ドカーンと大きな当たりです。高い打球入った。際どいコースに送ってストライク。際どかったですよね。打った、スタンド一直線、レフト一歩も動く、入った、ホームラン。切れました。入っていれば貴重な追加点というところでした。ファウルです。3球目見送っています。ボール、危ない球です。伸びていく、どうだ、入りました、ホームラン。残念ながら楽天イーグルス敗れてしまいました。今日はピッチャーが好天に恵まれました。楽天生命パーク宮城です。パシフィックリーグ公式戦、東北楽天ゴールデンイーグルス対埼玉西武ライオンズの4回、まずは見送ります。ワンボール、引っ張った、サード取った、一塁へ送ります。一塁アウト、スリーアウトです。初球わずかに外れてボール、
打った、センターに強い打球、センターオーバーのヒットになりました。これで4試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。最初は変化球できました、ボールになります。アウトコース、ストライク、レフトへ持っていった、頭上を越えていった、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、サードランナーがホームに帰ってきました。初球ボール、インコース詰まりました、ここは打ち上げています。浅村が抑えて3アウトチェンジです。残念ながら楽天イーグルス敗れてしまいました。